はい、プレーボールどうも野球人です。秋山翔吾有原五平日本復帰説、実際に争奪戦が起こる可能性はということでございまして、 MLB がですねとうとうロックアウトが終わりました。シーズンもですね通常通り162試合ですね開催されるということも発表されております。でそれに伴ってですねちょっと新たに出てきたこちらの話題ということで、結構ね気になっている方も多いのかなっていうふうには思いますので取り上げてみます。でそもそもですねなぜこの話が出てきたのかというところですね、こちら見ていきましょう。はい、では今回の、ことの発端はですねこの記事でございます。日刊現代の記事ということで、こちらはですね、一部引用してます。今季契約最終年を迎えるレンジャーズの有原康平とレッツの秋山翔吾はシーズン途中の日本球界復帰もあり得ますと、これが現地メディア関係者が語っていたというね記事で、でその中で阪神巨人日ハム西武で争奪戦が行われるんじゃないかというところですね。まあ日ハム西武はそれぞれね、2人の選手の古巣の球団、それプラス阪神巨人といったところです。でこれがですねかなり話題となっておりまして、どうなるんだっていうところなんですが、ただですねこの記事よく読めばわかるんですけど、まあ別に断言してるとかじゃなくて、まあ、あくまで憶測の記事ではあるんですよね。そうなる可能性が高いんじゃないかみたいな記事なので、まあ全然決まったことでもないですし、飛ばしとかねそういう次元の話でもないということになっています。まあただですね、まあこの憶測の記事、実際のじゃあ可能性はどうなのかと、本当にですね来るのか、それともですね絶対に来ないと言い切れるのかというところですね。まあそこら辺をお話ししていきましょう。はい、では、秋山選手から見ていきます。秋山選手の現状は3年契約の3年目のメジャー契約ですね。 NPB 通算は3割1厘116ホーマー112盗塁をベース 0.829 という成績で、MLB1 年目は2割4分5厘38安打0ホーマー7盗塁オーペス 0.654 という成績でございました。まあ1年目に関してはですねコロナの影響で60試合制になっておりましたので、本来の実力っていうのは出せないのは仕方ないのかなっていうふうには思われておりました。で勝負の昨シーズンですね、2年目のシーズンは2割4厘33安打0ホーマー2盗塁オーペス 0.534 ということで、まあなかなかね苦しんだシーズンでございます。で今季年俸も、約9億円というね、結構ね、割高の骨なんでございます。大体、あちらのですね、平均年俸が4億円というふうに言われておりますので、まあそれを、2倍以上超えていると。はい、でまあ実際どうなのかというところですね、今季に関しては DH 導入ですね、ナリーグでも DH が導入されること、さらに左の外野手っていうところがねチームに少ないことで出場機会っていうのは増えるんじゃないかなっていうふうには言われております。なのでまあ全然使ってもらえないっていうことはないのかなというふうには感じますね。ただ昨年と変わらない成績、まあ2割、4厘とか、まあ、1割台とかのね成績が続くようであれば、3年目の契約期間内に DFA ですね、40人枠から外される可能性っていうのも当然出てくるのかなというふうには思います。でまあ DFA になればですね大抵はマイナー落ちということになります。去年の筒香選手なんかはですね、まあ運良くというか、希望のね球団がありましたので、そこが手を挙げてそこから活躍っていう流れになってきました。まあ年俸もですねレッツが、ある程度は保証してくれるので、かなりね、リスクなしで取れることはあるので、まあ他の球団が手を挙げるっていうことはあるので、まあそういう選択肢もあると。まあそれがなければ、まあ、マイナー落ちになることがほとんどでございます。はい、でまあこの中の選択肢として日本に帰ってくるっていうね、こともあるのかなというところですね。まあこれは秋山選手次第にもなってくるんですが、本人がその気であれば戻ってくることも可能と。まあなので DFA される可能性っていうのは、少なくはないんじゃないかなっていうふうには思うんですが、そこから先はどうなるかわからないというところですね。はい、で一方ですね有原選手はどうなのかと。はい、彼の現状は2年契約の2年目で現在はマイナー契約となっております。NPB 通算は129登板で60勝50敗、防御率 3.74 で、MLB1 年目は10登板で2勝4敗 40.2 イニング、防御率 6.64 で、手術をいたしましてマイナー契約になってしまいました。で、DFA されたんですね、彼。で、結局マイナーから復帰ということで、
昨年の山口選手と全くね同じ状況であるということが言えるんですね。昨シーズンの山口俊選手ですね、彼も同じくね DFA を2年目の時にされまして、そこからですねトリプル A で頑張ろうっていう感じだったんですが、そこでも通用せずに結局ね、巨人に戻ってきたという経緯がありました。なので、この有原選手も MLB 昇格が無理と判断すれば、日本行きの可能性もねやはり出てくるのかなというふうには思います。ただですね、結局言えるところは彼らの気持ち次第なんですよね。で、まあ、戻ってくるっていうことは可能なんですけれども、やはりですね、まあ、印象というか、まあ、してやっぱ途中で戻ってくるっていうのは、まあ、かっこよくはないですよね。しっかりとシーズンやりきってみたいな風潮は確かにありますので、まあ、彼らの中でもですね、その投資っていうのが MLB でまだやりたい気持ちっていうのがあるのであれば、やはり日本に戻ってくるっていう選択肢っていうのは、まあ、薄いのかなっていうふうに思います。ただ、まあ、人の気持ちなんてね、どう変わってくるか分かりませんし、環境とか、いろいろね、その他の面で、日本に戻ろうっていうね、決断を下す可能性っていうのは、まあ、ないとは言い切れないので、そこはですね、ある程度、日本の NPB 球団もですね、まあ、考えて動いているっていうところは、今のところは、まあ、やっぱあるんじゃないかなっていうふうには、個人的には思います。なので、まあ、可能性はゼロではないので、やはりね、今後も注目していかないと、ダメな案件に、なってくるのかなっていうふうには思います。まあ、ただね、基本的には、まあ、来シーズン、帰ってくるかどうかっていうところになるかなっていうふうには思いますし、シーズン中に獲得があるっていうのは、イレギュラーの話であるっていうことはね、大前提として、置いておかなければいけません。はい、というわけで、以上でございます。でもしですねシーズン中に帰ってくることになれば、どの球団が取るのかっていうところにもなってくるんですが、まあ、いろんな、ね、事情っていうのも、あるので、まあ、支配価格だけね最後ざっくり見ていきましょう。はい、では各球団の支配価格枠というところで見ていきましょう。セリーグはヤクルトが67で育成枠が7、阪神が66で育成枠が8、巨人が64で育成枠が38、広島が66ですね、鈴木選手抜いてって感じですね、で育成枠9、中日が65で育成枠11、DeNA が65で育成枠11。パリーグがオリックスがですね、65枠で育成枠18、ロッテが65で育成枠11、楽天が68枠で育成枠16、ソフトバンクが66で育成枠38、日本ハムが67で育成枠が12、西武が63枠で育成枠14という風になっております。はい。で、まあ、記事に出ていた古巣ですね、日本ハム、西武は、まあ、可能性はなくはないかなっていうところですね。日本ハムがちょっときついなっていう感じでもあるんですけれども、まあ、めぼしいね、育成選手で、今、数が上げたいっていう選手が、もう古川選手ね、一人上げちゃったので、現時点はないので、まあ、取ろうと思えば全然取れるんじゃないかなっていうふうには思いますし、西武なんかは63枠っていうことで、まあ、一番空いてる球団なんですよね。まあお金がないから空いているのかなっていうふうには思うんですけれども、ただ考え方を変えれば秋山選手の出戻りの可能性を考慮して空けているっていう考え方もねできなくはないのかなっていうふうには思いますので、まあちょっとね西武なんかは、どうなるんだろうという感じですよね。はい。で、一方ですね、記事に出ていた巨人、阪神も、まあ余裕はね、やっぱあるのかなっていうふうに思います。巨人なんかね、この間育成選手から3人上げてまだ64、6枠残ってます。育成選手が多いと言ってもですね、まあまあ1人くらい取っても全然、大丈夫だろうと。で、阪神も外国人選手ね、あと助っ人1人取るんじゃないかっていう話があるんですけど、育成枠が8人とかなり少ないですよね。まあこういうところ考えても、まあ1人くらいは、やっぱ取る余裕はあるのかなっていうふうに思います。まあそれぞれのチーム事情とかはあるんですが、育成枠、ですね、支配価格とか見て、判断するのであれば、結構ね、どの球団も可能性っていうのはあるのかなっていうふうには感じました。ただですね、楽天だけ今回は、まあまあ、明確にスルーするんじゃないかなっていうふうには思ってまして、枠がまあ68枠って最多なんですよね。育成枠も16って結構抱えてますし、何よりまだ新外国人選手ですね、まあ取る可能性っていうのがあるんですよね。現在外国人枠4枠しか使ってないので、まあどう考えても、あと1人ですね、何かしらの形で補強はするだろうと、ロックアウトも終わってですね、何かしらね、やっぱ動きはあるんじゃないかなっていうふうに思います。そうなると69枠で育成選手もいい選手ねいるので、まあ、そこも上げたいと考えればどう考えても枠が足りません。
さらに、西武楽天ルートっていうのは、結構あるんですけど、秋山選手は左打ちの外野手で年齢もね、結構いっております。西川春樹選手をですね、獲得して左打ちの外野手っていうのは楽天飽和状態なので、今回に関しては楽天はね、手を挙げないんじゃないかなっていうふうには個人的には思っておりますので、そこら辺もね、合わせた、皆さんのご意見などね、コメント欄に書いていただければ嬉しいかなっていうふうに思います。はい、というわけで今日は以上でございます。最後ネットの反応だけ見て終わりましょう。はい、ではネットの反応を見ていきましょう。怪我の影響してたが、有原も秋山も日本に戻ってきたらそこそこやると思う、給料も抑えられるなら引く手はまたな気がするということですね。やはりですね、2人ともしっかりと日本で実績残して MLB に行ってるので、戻ってきたらね、それなり活躍はしてくれるかなっていうふうには思います。で、給料も抑えられるっていうところなんですけど、今シーズン戻ってくるんであれば MLB の、球団がね、今季の年俸分は支払っているので、それほど高くない金額と、実際ですね、巨人の山口選手ですね、戻ってきた時も、シーズン途中3000万円の契約でございましたので、どこの球団も手は挙げやすいかなっていうふうには確かに思いますね。はい、で、こちらも見ていきましょう。古巣が獲得を希望した場合は、やはり古巣に戻るべきかなと思う。引退後も考えてね。負けたを見たらよくわかるということで。そうですね。これはね、本当に、出戻りの時によく聞かれることかなっていうふうには思います。実際、牧田選手ね、戻ってくるときに、楽天と西武と、あと阪神もあったのかな。で、結局、古巣の西武蹴って楽天に行って、で、結局ね、今、リリースされて、去就決まらない状況と。あの時西武に行ってたら、どうなっていたかっていうのは、違うね、世界線の話では分かんないんですけど、こればっかりはね、難しい話かなっていうふうには思います。実際、プロ野球選手なんで、しっかりと、いい契約提示してくれたところにね、行けばいいかなっていうふうには思うんですけど、引退後とかのね、ことも考えると、確かにどっちにメリットがあるっていうところは判断、しがたいところかなっていうふうには思います。難しい話で、古巣がね、そもそも手を挙げない場合っていうのもありますので、今後ね、どういう展開になるかは分かりません。そもそもですね、2人とも、しっかりと今季ね、成績残して、また MLB でね、話があれば、そっちで続けるっていうね、展開にもなるかなっていうふうには思いますので、そうなってくれることをね、願いたいんですけれども、もしかしたら、戻ってくる可能性もね、含めて、彼ら、2人、今季ですね、どういう、成績を残すか、注目でございます。では今日は以上です。良ければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。